TBS ラジオ伊集院光とラジオトークと渡辺徹と、おはようございます。今日は伊集院ちゃんと右上手のがっぷり四つでお届けします。よろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの新井真紀です。さあ、今日のゲスト俳優の渡辺徹さんでございます。はい、3年ぶりですかね、3年ぶり2回目のご登場です。で、前回はまあ、いろんな話聞きましたけど、主にマヨネーズ絡みの話をしてたよ。マヨネーズ話あんましてないか。あの、太陽に吠えろの話ですとかね、いろんな話してましたけど、多分前回出てもらった後に、こう自分のやってる100分で名著っていう番組に出てもらって、はい、まあ、僕は直接絡まないんだけど、その名著の朗読をやってもらったの。はい。まさかの、うまい。まさかのさ、絶対怒られるわ。いつもね、口を開けば、盗み食いをして、郁恵さんに怒られた話ばっかりしてる、陽気な先輩なんですけど、はい、やっぱ腕あるわっていう感じ。さあ、渡辺徹さんの、そういう面の話は一切聞かない。すぐね、また盗み食いの話ばっか聞きたいと思いますけど、この後すぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。見たい、知りたい、食べたい、金福明太パーク。出来たての明太子、明太ジャンボおにぎりに明太ソフト、無料で工場見学もできちゃう。みんなで来てね。明太パーク大洗、水戸大洗インターから10分。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、俳優の渡辺徹さんは1961年生まれ、茨城県出身、現在59歳。高校卒業後の1980年、文学座附属演劇研究所に合格。19歳の時、太陽に吠えろのラガー刑事役でデビューし、一躍人気を博します。1982年には歌手としてもデビュー。セカンドシングル約束は大ヒットします。その後、1985年正式に文学座の座員となります。1987年にタレントの榊原郁恵さんとご結婚。以来、俳優としてドラマや映画、舞台への出演、さらにはバラエティ番組の司会まで幅広く活躍されています。また最近では、ご長男の渡辺裕太さんも芸能界で活躍されている俳優の渡辺徹さんが本日のゲストです。ということで、スタジオには渡辺徹さんです。よろしくお願いします。どうも、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。コロナはやることないでしょう。本当にね、やることをね、奪われてしまいましたね。そうですよ、お芝居はまあね。ちょうどね、この時期に立て続けに芝居が予定されてたもんですから、もう3本飛びましたね。3本うわ、はいはい。もう一つなんかは、まあ、渡辺えりさんと木村みどり子ちゃんと、3人でやるやつで、1月になってから稽古を重ねて、で、3月入って、ゲネプロ、いわゆるもう舞台でもう本番通りにやるというのをやって、はい、翌日、初日、はい、中止にします。うわー、すごいタイミングですね、ま、それ。幻の芝居になりましたね。うわー、ね、まだ何も取り掛かってないもんとかも、まあまあね、まあ、まあね、中止痛いですけど、はい、その直前中止だ。もう全部メイクも、もう衣装も出来上がって、セリフも完全入って、で、一回もやらずして中止という、ね。うわ、コロナはなんていうことをしてくれますかね。で、あと何してん、そうなるとコロナの間は何してんですか、ね、コロナの間はね。この、まあ、今も間ですけど、ね。あ、断捨離でしたね。断捨離。またいろんなもんありそうですね。ありましたね。もうとんでもなくありましたね。いろんなものがね。あのね、昔一番でかかった時の服っていうのは、
郁恵さんが勝手に俺にくれて、おかしいのが、俺がそれ着てんのに会うと、それ俺じゃねえかって言ったら、徹さんにも言わずに断捨離してたから、郁恵さんが。その時に伊集院ちゃんがね、俺に、徹さん、これ代々のデブに渡していきますとか言われちゃって。それで俺が撮ってやった時に内山くんにあげるっていう、誰かのとこに今もあんだろうみたいな、もらいもんが多いから。断捨離主にどんなもん、なくしていや、もう本当にね、まずは本が多かったんですよ。はいはいはい、知らず知らずのうち本が多かったのと、はい、あとなんかパソコン関係が多かったのと、はい、一番時間かかったのは子供の小さい頃遊んでいたおもちゃ。これがね、俺が捨てるって言うんだけど、女房がこれは取っといた方がいいんじゃないって言うと、息子がやってきて、それはダメだよ、捨てちゃっていう、この三すくみでどんだけ時間かかったことか。断捨離って絶対合わない。特に、男の捨てたいものと女の捨てたいもの、はいはい、まあ合わないですね。合わない。持って帰ってくるからね。俺いいと思って捨てたものを、またあるじゃねえかみたいな、また元戻ってくるからね。女房も一緒にやるじゃないですか。はい、断捨離ね。暇だ。女房も休みですから、はい。俺の部屋もやろうってなるわけですよ。うん、で結構ドキドキするんですよね、あれね。うん、何が出てくるんだろうっていうね。あれ大丈夫かなって思いながらね、うん。この何のラベルにも書いてない VHS のテープは何だったろうっていう。何だったっけかなみたいな。何も書いてなければ別にね。はい。いいんですけれども、あれ、うん、俺こんな写真集持ってたみたいなのが出てくることがあるわけですよ。はいはいはい、まあもうこれはアイドルだったりね、はい、するわけですけども。だったりなんだろう。だったりなんだろう。うるさいよ、伊集ちゃん。いいんだよ、そういうとこは。そこはね。で、あれ随分お父さん持ってんのねみたいな、はい、本人にもらったのとか言ってサイン書いてくれるんじゃないですか。はいはいはい、なかったりすると自分で買ったのみたいな。そういう人悶着があったりするから。生地、業界内の人結構そこバレますね。バレますね。絶対、共演した人がくれるときは、渡辺徹さんへって絶対書いてあるわけで。サイン入りなんです。そこがないっていうことは、ちゃんと自主的に手に入れに行ったことだって分かっちゃうね。たまに被っちゃってるやつもありましたからね。自分で買った上に後から本人でもらった。もらっちゃったっていう。両方取ってあった。まあ、そんなことやってましたね。まあでも、なんか、前会ったとき聞けなかったのは、ご家族のこと聞けなかったんですけど、まあ奥さんはうちの事務所の大先輩で、あ、柏原よし、柏原、違いますよ、坂木原行くだよ、坂木原行く、いつのネタですかそれ、そこ間違えるって、郁恵さんと、はいはい、なんでしょうね、ずーっと仲良し、ピンチってなかったんですか今まで、じゃあじゃあ言いましょう、はい、ずーっとピンチです。安定してピンチなんだ。安定してピンチなんだ。これ付き合ってる頃から、結婚前から、ずっとピンチです。ずっとピンチなんだ。うん。がゆえに今まで続いてると言っていいんじゃないかな。俺、それすごい思うんですよ。うん。自分の友達にもいますけども、うん、気づかない方がやばいですよね、うん。うちは絶対的に円満って言ってる人の方が、うん、突然神さんから、はい、終わりですって言い出されますよ。俺言ってて今ビビり始めちゃった。はいはいはい。それはなぜかというとね、溜まってるんですよね。出してないんですよ。吐き出してないから。で、お互いにこう、いい夫婦でいるというところに収まって、心の中をぎゅうぎゅう詰めしてるけど、あとにプツッとこれが切れちゃうんじゃないですか。まあ、分かったふうなことは言えませんけども、俺の予想ではそんな気がしますね。その点、渡辺徹さんは、なんか危なっかしいことがいくつかありますもんね。これありましたね。ねえ、大なり小なり。大なり小なりね。小はダイエット中にマヨネーズを持ち歩いたりとかから始まり、いろんなことありますもんね。はい、大は随分前でしたね。はい、ちょっと、遊んだことが、バレて、外車を買わされましたからね。そういう解決の仕方、大ですな。これ大でしたね。最大の今まで、まあ、思い出す、この喧嘩でかかったなって何ですか？喧嘩、でかかった。だからしょっちゅうしてますから、じゃあ一番最近した喧嘩でいいですか？一番最近した喧嘩はこのステイホームだったもんですから、まあまあ、お互い料理好きですから、交代で料理作るんですけど、これも煮詰まってくるんですね。で、たまにこう違う刺激が欲しいなんて、やっぱ俺とか、息子とか思うわけですよ。で、たまにそのデリバリーを取ってみようよ、ということで。おい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 。じゃあ、っていうんで、イタリアンを頼んだんですよ。うん。だから女房が乗ってきて、私、こう、ラザニアで、じゃあ、こう、ペペロンチーノも、じゃあ、ピザも、って言って。はい、俺もラザニアなんだけど、じゃあ、分け合って食べようよ。はい、そうだね、って言って届きました。はい。で、食べ始めましたら、女房が、このラザニア美味しい、私これだけでいいっ
って言って独占したんですね。ふざけんなと、はい、俺とシェアするって言ったのどういうことだって俺ペペロだったら俺ボローニャだったのにって言って、うん、ごめんなさいそれもういいです。あの僕の頭の中でいつくだらねえって言おうかと思ったところもうほらいやいや、ね、正直にトールさんはデブタレの先輩だしね、郁恵さんはホリプロの先輩だけど我慢してましたけどもそんなくだらねえ喧嘩してんですか。いやいやいや一番最近の喧嘩これだからしょうがないですよ。まあでも常に喧嘩ってそういうもんですよ。そういうところでしてますね。まあわかるようなかな、でも意外だったのは郁恵さんの方が独占して、怒られる側だと思う。逆だと思ってたから。いや、これ結構多いんですよ。これが腹が立つんですよ、俺。ここがね、まあ、もう、大概のことは許してきましたけど。カロリーはね。うん、カロリーだけは許せない。カロリーだけは許せないですよね。そうです。俺の大好物はカロリーですから。もう何でもじゃねえ。ほぼ何でもじゃねえかっていう。あとは、ゆうたくん。ああ、お世話になっております。いや、何度かお会いしてますけども、立派な好青年で。はい、いやいや、まあ。まだまだですけどね。ゆうたくんがこの世界入るっていうのは、うん、お父さんとしてはどういう気持ちだったの？これは、いわゆる突然変異的にそういうこと言ってきたんですけどね。それまで、ちっちゃい時からなりたいなって。全く興味ないって言ってたし、うん、まあなんなら高校卒業して大学ぐらいまでそういう素振りもあんまなかったのが、突然芝居を始めるっていう。まあ驚きましたけども、うん、でもその一方で、ということは、なんか、親父の背中を否定してないっていうか。まあそうですね、そうですね。ちょっと興味あんだなと思ったら、まあちょっと嬉しさと、ちょっと気恥ずかしさというか心配な部分と、複雑だったですね。いや、本当だ。最初全然目指せないっていうのは、ええ、まあこういう世界だから、うん、ちょっと安心である反面、はい、でも俺の仕事にちょっと興味持ってくれてもとは、まあまあ思いますよね。うん、まあ持ってくれとは思わないんですけど、うん、いや結果的に目指したってことを聞くと、なるほど。あちゃんと見てるっていう、このなんか嬉しさみたいなものは確かにありましたね。きっかけ何とか聞いてるんですか？あのね、俺後から分かったんですけど、高校の時にちょっと演劇のイベントが学校であったのにちょっと目覚めて、で、大学ではどちらかというとショートフィルム的な映像の方をやっていたことはしてたんですよ。で、これがあの噂に、あの、いわゆる YouTube 的なものを、ゆうたが監督でやった短いくっ足らないものなんですけど、うん、それがブラジルですごいヒット数になってるっていう閲覧数。なぜか。なぜか。ブラジルですごい閲覧数になってるって。それを見ますとね、どんなんだろうと見たじゃないですか。そしたらね、栄光への架け橋みたいなタイトルよくありがちだ。だから学校の門から上半身裸で自転車でキャンパスを走っていくんですよ。無許可で。そうすると守衛さんが止めに来たり、いろんな女の子がキャーって言ったりするのを、果たして彼は裏門までたどり着くことができるかっていうテーマの、それだけのドキュメンタリーだったり。で、これがなんでブラジルですごいしちゃうんですか？何が受けたのかな、何が受けたのかわからないんだけども、まあそういうことをやって、で、これも知らなかったんだけど、演劇研究所、養成所に入ってたんですね。そうなん、明治アカデミーっていうとこかな。はい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 。文学座に来なかったところがミソなんですけど。いや、まあまあ、そら、まあ、結構門も高いしね、そういう意味はね、敷居高いですからね。で、結局そこも辞めて、自分たちで劇団作ったんです、仲間と。それが芸能界の第一歩だったんですね。その時初めて言ったんですか？はい。その時に初めて言ったんですか？その時俺は初めて、あの、明治座のアカデミーに行ってる時は、噂には女房から聞いてたんですよ。なるほど。で、劇団で公演をやるっていう時に、初めて自分からお父さん、劇団を作ったんで、よかったら見に来てください。どうですか？初めて見た息子の。舞台の姿。いや、もう、よくそういうことは聞いてましたけどね、本当に自分がやる方が楽ですね。ああ、そうなんだ。ええー。もう、俺も40年この仕事やってます。舞台もいろいろやってます。あの、でも、初日でも、まあ、そんなに緊張しなくてもよしってやるんですけど、うん、息子のその舞台見に行く日は朝からそわそわしまして、ちょっと、心臓がバクバク、ちょっとしましたね、やっぱりね。それは、見方どうなんですか？その、演劇人、先輩の俳優としての見方と、はいはい、あと、その、我が息子のに対する見方と、うん。我が息子に対する見方しかありませんでしたね。そうなんだ。
よくここまで大きくなったなになるんだ、やっぱり。だからまだね、その初舞台は、いわゆる学校の行事で父兄として見に行った、あのなんか緊張感みたいなものが抜けきれなかったことは確かですよ。今はじゃあドラマに出てる我が子とか。いや、今は平気になりましたね。で、見ててどう思う？平気になった今、平熱になった今どう思うんですか？いや、やっぱりそれ今度役者として見てしまいますね。話したりするんですか？演劇論とか。はい。演劇論とかを。それはね、うん、向こうからするようになってきました。うわ、すごっ、まあ、男の子ですから、反抗期ってのはあって、はい、あまり口も聞きたくないって時期があったんですけど、はいはい、芝居を始めるや否や、アズスンナズですね。いいですよ、いいですよ。それがね、帰国子女です。帰国子女じゃないかなと思って、俺もそれをその織り交ぜようと思って。あ、そうですか。急にね、俺の部屋コンコンノックして、お父さん相談が飲んだって、ちょっと芝居で悩んでることが、どういうことだって言ったら、このマニアックな悩みなんですよ。つまり稽古場がそろそろ空気が淀んできているんだけど、どうしたらいいだろうとか、客演に来ていただいている方がいるんだけど、ちょっと芝居の質が変わってきちゃってるんで、それはどこまで行っていいもんなんだろうかとか、そういう質問なんですよ、ね。ちょっと本には書いてないし、あと聞く先もなかなかわかんないですよね。客演に来た人って、文句言いづらいじゃないですか。それ違いますって言いづらいですよね。やつは主催者ですからね、息子はね。そうか。うん、徐々に自分の持ってるのと違う方向に行ってる。ちょっと言っちゃってるんだけど、どの程度まで言って許されるんだとか。うわー、かなりやっぱり演劇やってきた人間じゃないと、こう、ぶつからないようなことを相談するようになってきましたね。それ嬉しいでしょ。嬉しいでしょ、それを相談されるのは。まあ、嬉しいというかね。嬉しい顔してるじゃないですか。ね、嬉しいかどうかわかりませんけど、稽古場行くわって俺言っちゃいましたけどね。向こう、そこまでじゃねえんだけどな、みたいな。今まで共演は親子共演。共演ないです。ない、それはいつかと思ってるの？いや、それもいつかとは別には思ってないですね。思ってないです。へえ。いや、それはね、この前もね、たまたまさんまさんもほら、はい、お嬢さんがこういう仕事して、はいはい、そういう話をちょっとした時にね、はい、やっぱ共演はダメだよなって話になったんですけど、まあ、息子から言われたら役者としてこの役を渡辺徹という役者にしてほしいんだって、それはやるかもしれないですね。ただ自発的にはないですね。いや、それは何も偉そうにしてんじゃなくて、うん、恥ずかしいっていうか、なんて言うんですかね、どういう立場でいていいのかって、まだ不安定ですよね。っていうかね、あれ、子供の運動会に、父兄参加の競技があって、それに参加してしまうと、通常の心ではできないでしょ。うん、子供にいいとこ見せようとか欲が出たり、笑われたくないっていう気持ちが出たり、はいはいはい、かっこいいお父さん見せたいという、はい、この余計なところが働くのが分かってるんですよ。なるほど、ええ。で、それを切ろうとするのもまた不自然な、ま、自然変な力が絶対入るから。ってことはトータル不自然なんですよ。なるほど。これでなかなかね、やる気にならない。ちゃんとした父親の顔をしている。ねさあ、ちょっと一度 CM 挟んで、うん、トールさんがね、今回来てもらったら、すごく思い入れのあるイベントが一個あるってことで、ああ、そうです。ちょっとその辺のこだわりとお話も聞きたいと思っております。今日のゲスト、渡辺徹さんを迎えしております。伊集院光とラジオと、渡辺徹と、お笑いプロデュース、トールザと。改めまして、今朝はゲストに俳優の渡辺徹さんをお迎えしています。ここからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回3年前来ていただいた時も、あ、こんなイベントやってるんだって、あれ続いてるんですね、徹さん。続いてるんですね。いよいよもうボリューム5ということで、はい、じゃあ、新井ちゃんから、ちょっとデータ系お願いします。はい、渡辺徹さんがプロデュースされているお笑いライブ、徹ザ5が、無観客の有料生配信で開催されます。うん、日時は9月22日火曜日、祝日秋分の日です。開演時間は午後4時。出演者は渡辺徹、中川家、サンドイッチマン、ナイツ、友近、U字工事、和牛、なすなかにし、雷、TKO 木本武宏など実力派芸人さんが揃い踏みとなっています。チケットは現在発売中です。ピアライブストリームという動画配信サイトから視聴できますので、チケットピアから視聴チケットをご購入ください。基本トールさんが好きなその芸人に、はい、トールさん自らオファーかけて集めるって、全くわがままな企画で、
まあ、もともと芸人と仲良くしてたっていうか、仲良くしてもらってたんですけどね、よく飯食ったりしてて、うん、でこんなにみんな仲いいんだったら一つ形にしようかって話で、やりましょうやりましょうっていう勢いで始まったのがトールザなんですね。で今挙げていただいた出演者たちはもう普段から本当にプライベートも仲がいいという、メンバーなんですよ。でもいいメンツですよね。いや、ありがたいですよね。今をときめくサンドイッチマンから中川家、はい、ナイツがいて、実力が揃ってて中で、僕ね、なすなかにしほとんど会ったことないんですけど大好きなんですネタが。そうですか。なんつったらいいんだろうね。うん、なんていうかな、ものすごい王道の漫才ですよね。はい、はい、はい。で、王道の漫才で確実に笑わせてくれる感じ。うん、はい。で、むしろ王道すぎて、あんま他に人いなくなっちゃった感じの漫才なんですよ。そうですね。なすなかももう何か、飯会っていうと必ず呼び出してる二人ですからね。あと、友近ちゃんなんかも、今年は実は予定でどうしてもダメだって言ってたのが、四五日前なんですよ。電話かかってきて、どうしてもやっぱ出られることになったら今からでもいいですかって。みんなそういう風にして出てくれてるんですよね。ありがたいですね。ありがたいです。まあ、一人に俺の人望だとは思うんですけども、それはこっちが言うまで待った方がいいやつです、まあ、それは流しそうだったんで、いやいやいや、あと一分待ってくれればこっち側からいい感じで出たやつなんですよね。こういうとこだ。でもやっぱりこのご時世で無観客有料生配信という形でやらざるを得ないから、ね、ギリギリまで悩んだんですけどね、お客様に入っていただこうかと。でも劇場クラスターというのはここのところ 2,3 出てましてね。で、万全な体制を敷いたとしても、もし何かあった時にそのお客様に対するフォローとか、それが行き届かないとダメだということで、団長の思いで、配信だけにしようと。なるほど。ただ配信ならではの企画にしますんで、もちろんネタ見ていただくんですけども、劇場高いと抑えてますからね、うんうんうん、客席から使ったり裏から進行してみて、なかなか見れない場所だったり、あと第2部と称してもう歌の大会やろうと思ってもう何でもありだ、このメンバーで何とかカラオケ大会をやろうかなと思ってたり。で、まあまあ、そのまあ、今こういう配信のそのイベントの告知に来てくださるゲストの方いっぱいいるんですけど、その時にいつも言うことなんですけど、はい、むしろ東京だったらできなかった、行けなかったなっていう人たちも見れるじゃないですか。そうですよね。それはいい方として撮りたいですね。でも、ものすごく生意気なことを言わせていただくと、今までこれやってきました、うん、でもチケット発売で3分で売り切れちゃってたりしてたのが、はい、このメンツはそうですよね。配信によって皆さんに見ていただけるというのが、ね、はい、ですよね、全国の、はい、はい、でましてやなかなかほら表に出てどっか行きましょうっていう感じにもならない人は家で見れるって、これいいことだと思いますんで ね、ぜひ楽しんでいただきたいですね、はい、ピアライブストリーム、動画配信サイトから視聴できますので、チケットピアから視聴チケットをご購入の上ご覧くださいと。さあ、そしてもう一つちょっと先の話なんですが、はい、ミュージカルのお知らせでございます。はい、はい、渡辺徹さん出演のミュージカルアリージャンス忠誠が来年2021年3月に上演されます。公演期間は2021年3月12日から3月28日まで。会場は東京国際フォーラムホール C。 チケットは今年の秋頃に発売予定です。詳しくはミュージカルアリージャンス忠誠の公式ホームページをチェックしてみてください。こちらミュージカル、ミュージカル、俺ね、初ミュージカルなんです。そうなんですか。今までね、お話し合っても断ってたんです。で、歌は自分、歌詞もやったことあるんですけど、踊りができませんと。でも自由な踊りはうまいんですけど、振り付けが覚えられないっていうのがあって断ってたんですけども、今回どうしてもっていうんで、この本をまずいただいた時に、久々に俺本読んで泣いたんですよ。台本読んで、まあ、もともとブロードウェイでやられた話で、その戦時、第二次世界大戦時戦時下の日系人の話でね、日系人であるというためだけで収容所を入れられてしまうという一家の話ということなんですけどもね、うん、でもね、なんかすごいなって思うのは、うん、僕今52ですけど、当然今59、はい、59までやんなかったことに、うん、どんどん足重くなってくじゃないですか。はいはいはい、ね、はい、それこそましてや演劇バタのことで初めてのことだって、うん、あ、俺はそれ違うんだよって言えちゃう、それを動かすほどいい本なんですか、これは。もういや、もう本当にいい本です。
なんていうのかな、やっぱり日本人の心がここで逆にここにものすごく感じられるということもあるし、これはとてもヒューマンな家族の話ではあるんですけどね。あまりもしあったら全部ここでお話ししようか。いや全部言っちゃうとほら、あ、全部言っちゃうと全部言う時間もないし、全部言っちゃうと見に行くのもほらちょっと面白くなくなっちゃうから、ね、なるほど。これでも稽古始めるのがいつ頃できるかですら、まあちょっとまだ分かんないですね。まあ、そこですよ問題は ね、 そうですね。予定ではね、ずいぶん早くもう1月ぐらいから入る予定なんですけどもね、このコロナ、はい、コロナとの距離感を見ながらですね。そうですね、本当ですね。もうなんか本当に3月ですからね、伸び伸び見れる世の中になってるといいですね。まだ先の話ですもんね、はい、あとはコロナ禍でブログをやったりとか、はい、すごいね、オフィシャルブログ、そこのけそこのけ渡辺徹。あ、そうなんですよね、普通避けますけどね、思いついてもこのタイトル、それ言う、まあ、2週ぐらいしてこう、それ言う、ね、むしろ逆になんつって結局これになってくるでしょうね、まあ、きっとね。さすがですね。これどんなこと書いてるんですか、はい、このブログ。いや、まあ、要するにね、まあ、俺ブログずっと進められてるけどやらなかったんですよ、はい、他の SNS は、Facebook とか Twitter とか新しいもの好きなんで、はい、インスタか、はい、はちょこちょこやったんですけど、ブログってなんか日記ってイメージがあって、はいはい、60近くのおっさんが日記書いて誰が読むんだっていうのをずっと思ってて、はい、たんですが、ステイホームになってずいぶん時間ができちゃったんで、じゃあやってみようと思って4月から始めたんですけど、なんかいろいろとたくさんの方に読んでいただいちゃって、うん、代表的な内容を今もらったんですけど、奥様がプレイしている動物の森を見守るだってどんな内容なんだっつって、ね、日記ですから、ねね、いろんなことしながら、でもやっぱり先輩がそういう新しいことに対してこうフットワークよくやってるのを聞くと、やっぱり僕も頑張ろうってちょっと思います。なんかだってほら、あ、そう、ミュージカルを初だなんて聞くと、あ、俺ね、来年ね、デビュー40周年なんですよ。おー、来た。はい。で、30周年ぐらいの時からそう考えてるんですけど、だいたいこれだけやってきたってことは感謝なんですよね。よく言うじゃないですか、うん、スタッフに感謝、共演者に感謝、親に感謝。でも俺は反省だと思ってるんですよ。ここまでやってきたことに対して、不備だった点を反省するいい節目だと思っていて、40年で、はい。で、30周年の時は、何が一番反省かって言ったら歌だったんですよ。はい、まあ、ドラマや何かやってきた歌もやりましたけど、一番いい加減にやったんじゃないかと。っていうのは歌詞はちゃんと覚えてないし。そうだったんかい。そうそうそう。それにちゃんと反省しようって言うんで、あえて歌をやるっていうのがあったんですね。で、来年40周年で、俺芝居やってるって、文学だなとか、いろんな、もう大学でも講義を今やらせてもらったりしてるのに、ミュージカル断ってきたって反省してるんですよ。なるほど。ええー。ちゃんとやろうと。やってないじゃん、お前っていう。だ、反省は、大きな反省が2つですよ。もう1個なんですか。やってないミュージカルをやるという、はい、この反省と、はい、あとはどうしてもマヨネーズ食べ過ぎてるでもやめないでしょ、これはずっとやめないですね。それはやめないですよね。最後マヨネーズで終わってくれるあたりもありがたい先輩でございます。今日のゲスト、俳優の渡辺徹さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。